ちょっと動かんといてな。何やってんだ姫さん。こいつを紐みたいなもんで縛り上げて。まことはん、人聞きの悪い表現をせんでもらえます？これは紐やのうてメジャーです。ああ、体の寸法を測ってんのか。ってことはまた服でも仕立てるのか。この夏の暑い日に豆だね。まあそんなところやね。こういうことに暑いも寒いも関係ありまへんや。でも気をつけろよ。姫さんの作る服はすげえ出来はいいんだけど、そのフリフリだからな。ヒラヒラしてるの可愛らしいやないの。せやのに誠はんちっとも来てくれへんのやもん。いけずやわ。いや、だって私にはああいうの似合わないしさ。はっ！いや、ダメだ！そういうのは、そうだ、ユイにでも見せてもらえ。ええやないの、まことはん。来て見せてーな。王子はんも、見たい言うてはるよ。やめろって姫さん！脱がそうとすんな！向こう向いてろ。海に行きたいさ。うわ、びっくりした。なんかうなってると思ったらいきなりどうした香り。もう我慢できないさ。外を見てよ。ティーダも輝いてるのに部屋の中でゴロゴロしてるなんてもったいないよ。最近は室内の警備仕事も多かったし、香織はんにはストレスためさせてしもたかもな。海で思いっきり泳ぎたいさ。浜辺を走り回りたいさ。どこでもそこでも踊りたいさ。いや、最後のはいつもやってるだろ。ほんなら行きましょか。実はね、そろそろみんなも疲れてるやろ思って、旅行にでも行こう思ってたんよ。マジかよ姫さん、すげえサプライズじゃねえか。魔法大好きさ。それにあの子たちもたまにはお外の風を浴びんとな。あの子たち？日差しに当たりすぎんよ。パラソルをさしてと。よし、これでええね。久しぶりのお出かけでみんな気持ちよさそうや。風も気持ちええし、海水浴日和やね。まさかギルドハウスにあったぬいぐるみを全部持ってくる羽目になるとは。いい準備運動になったよ。なあ姫さん、なんでわざわざぬいぐるみを持ってくる必要があったんだ。まことはん、この子たちも仲間なんやから。仲間外れはいけませんよ。魔法はぬいぐるみたちを大切にしてるからね。仲間がいっぱい、賑やかで楽しいさ。姫さんがぬいぐるみを大切にしてるのは知ってるよ。まあ確かに海辺にこうやって並んでるのを見ると可愛いよな。
誠はんにもこの愛らしさが伝わったようで何よりやわ。そりゃ私だって可愛いのが嫌いなわけじゃねえしよ。誠はギルドの中でも結婚ぬいぐるみを可愛がってるよね。なあ言うなっての香り。そういや仲間といえばよ、かすみのやつ姫さんが用意してくれた旅行だってのに。私は遠慮するよ、海に本を持っていくと傷んでしまうからね、なんて言いやがって。まあな、一緒に来られんかったのは残念やけど、かすみはんがカオンの留守を守ってくれるんやったらうちらも安心して羽を伸ばせるやろ。まあそりゃそうだけどよ。あら、何言ってんだ、違うっての。それにほら見てみ、海やっさー、泳ぐよ。早っ、香りのやつもう海に飛び込んでやがる。なん、思いっきり楽しんだもんの勝ちだっせ。まあそうだよね。にしても姫さん、よくこんなとこ知ってたな。マルジェン海岸とはだいぶ違う雰囲気だよな、この海。香織藩の故郷の話よう聞かされてたやろ。少しでも楽しんでもらうために似た感じの場所を探してたんよ。王子藩に褒めてもらえると嬉しいな。ついでにもっと褒めてくれてもええんよ。今日のうちらの水着どうやろか。ほら、誠はんも耳を立てて感想を待ってはりますよ。何言い出してんだ姫さん。っていうかチロチロこっち見んな。やめろよな、そういうの。さすがは王子や、飾らへん言葉が心地ええわ。ん、どうしたさ、マコトもマフも顔が赤いさ。それより君も来るさ、一緒に泳ぐさ。え、まだ泳ぐのに慣れてない。そっか、君は記憶喪失だったね。でも大丈夫さ、私がついてるよ。ほら、海は怖いものじゃないさ。体の力を抜いていれば沈まないさ。じゃあ手を離すよ。はい。おい香織、沈んでる、そいつ沈んでるぞ。私に捕まるさ。ん、慌てない慌てない、リラックスするさ。落ち着いてきた。じゃあそろそろ手の力を緩めてほしいかな。水着が外れちゃいそうさ。気にしなくていいよ、急ぎすぎた私が悪かったさ。力を抜いてリラックスリラックスよ。そろお腹も空いてきたやろ。一旦浜辺に戻ってお昼ご飯にせえへん。あ、そうだな。ここにゴーヤーがあったら最高なんだけどね。そう言うと思って弁当に入れといたよ。まあゴーヤーっぽいもの炒めだけどな。まあ、コトーが作ったものなら何でも大好物だよ。うまいことばっか言いやがって。あれ、姫さんどうした、急に立ち止まって。魔法どうかしたさ。どうして、姫さん
どうしたんだよ。おい、これはどういうこと？パラソルも刺してあるし、場所は間違ってないよね。目を離してたのは確かだけど、あれだけの数だぜ。でもどこにも見当たらないさ。みんな、ぬいぐるみのみんな、どこに行ってしまった？橋から橋まで走ってきたけど、ぬいぐるみは見当たらなかったさ。泥棒ってのも考えにくいよな。私らの荷物は無事だったし、何よりあれだけの数のぬいぐるみを盗むのは目立ちすぎる。ぬいぐるみが自分から動き出してどっか行っちまったって方がまだありえそうだぜ。自分から、みんなうちのこと嫌いになってしもたんやろうか。まこと、ごめん姫さん、そういうつもりじゃなかったんだ。そもそもあれだけ大切にされてたのに、ぬいぐるみたちが嫌いになるわけねえだろ。いや、変よ。自分たちで出て行ったならきっと戻ってきてくれはりますって。それよりお昼にしましょう。せっかくの休暇なんやから、のんびりせなあかんよ。魔法姫さん、王子はん、でも、あ、そういえば泳いでるとき近くに漁村が見えたさ。そこになら手がかりがあるかもね。霞ならこういう時まずは聞き込みからだって言うんだろうな。まこと、香りは、ええんですの？ありがとう、ありがとうな、みんな。気にすんなって。そうと決まればまずは腹ごしらえだ。サンドイッチとか手づかみで食えるし、とにかく腹に入れとこうぜ。そういえばお腹ペコペコだったよ。お腹いっぱいになったら調査の開始さ。へえ、こんなところに漁村があったんだな。なんだか賑やかだね。お祭りでもやってるのかな。踊りなら任せるさ。お祭りにしては耳がひりつきますな。嫌な感じがします。あの男に聞いてみようぜ。なあ、あんたちょっといいか。なんだ人か。脅かさないでくれよ。なんだよ、いきなりビビりやがって。そんなに怖いか私。ことは怖くないよ。元気を出すさ。いきなり話しかけてごめんやで。なんや、村が騒がしいみたいやけど、なんかありました？買ってたんだよ。あ？あ、なんだって？マジムンが出たんだよ。マジムン？聞いたことのない名前やね。なんかの動物やろか。違うさ。知ってるよ。こんなところで故郷の言葉を聞くとは思わなかったさ。香織はんの故郷の言葉なんやね。確かに変わった響きやわ。姫さんも大概だけどな。で、そのマジムンってどういう意味なんだ？
マジムンは私の故郷では悪霊、妖怪を指す言葉だね。へえ、知ってるやつがいるなんて偶然だな。この漁村はもともと遠い海の向こうにある国から移住してきた人たちが作ったんだ。マジムンってのはそこで伝わってた言葉らしいんだが。それはきっと私の故郷だね。故郷の話が聞けるなんてなんだか嬉しいさ。嬉しくないだろ。ああ、悪霊や妖怪だぞ。ってことはつまり。そうさ、さっきマジムンが出て村人が何人かやられちまった。やられちまったってどういうことだよ。マジムンは魂を奪うって言われてるわけさ。言い伝えはいろいろあるけど、股の下をくぐられると魂を奪われるっていうのが有名でさ。魂を。本当に命を奪われたわけじゃないが、マジムンに襲われたやつは無気力になって動けなくなっちまうんだ。実際襲われたやつらはみんな寝たきり状態さ。確かにそれは魂が奪われてるみたいよね。ん？マコト、どうしたさ？急に内股になってるよ。いつもみたいに大股で歩くさ。何のことだ？私はいつもこんな感じだぜ。私だって女の子だしな。そんなわけねえだろ。そんな言い伝えでビビる私じゃねえよ。とにかく私は怖がってねえからな。ん？何やってんだお前、体をかがめて。なんで私の方に。なるほど、肩車をすれば股の下はくぐられないね。君は頭がいいさ。なあ、まことはん、王子はん、次はうちも頼んでええやろか。いやいやいや、そういう問題じゃねえから。さっさと下ろせ、足で締めるぞ。にぎやかだな、あんたら。こっちも少し落ち着いてきたよ。心の支えになったんやったらよかったどす。うちのギルドは仲がええのが自慢やからな。それでずいぶん脱線してしもたけど、そのマジムーンいうんはどんな姿をしてはりますん？うちらも今ちょっと大事な用があるんやけど、ガオンとして困ってる人は見過ごせへんからな。教えといてもらえるやろか。ああ、俺もさっき偶然ふわふわと浮かんでるところを見たんだが、あれはどう見てもぬいぐるみの姿をしていたよ。なあおい、やっぱり。偶然であってほしいけど、そうはいかない感じだね。みんな悪い子になってしもたんやろか。おい姫さん、まだそうと決まったわけじゃないだろ。人の魂を奪うやなんて絶対に許されへん。みんなが本当にそんなことをしてるなら、うちは信じる？そうだぜ姫さん、いなくなったあいつらが関係してようがしてまいが、あたしらが信じないでどうするんだ。そうだよ、君はいいこと言うね。それに大丈夫さ。私の故郷では大切にされたものには良い魂が宿るって言われてるさ。それなら絶対
魔法のぬいぐるみが悪い子になるわけないよ。だよな。毎日毎日話しかけたりブラッシングしたり、あれだけ大切にされてたら悪いことなんてできるもんじゃないぜ。ありがとう、かおりはん。王子はんに、まことはんも。そうよね、みんなのこと、うちが信じてあげなね。おっと、そろそろ目撃証言があった場所だぜ。どこよ、海に来たってのに水着で森に入る羽目になるとはな。漁師さんが襲われたのがこの辺りらしいから仕方ないさ。それよりゴーヤーどこかに生えてないかな。似てるとはいえ故郷そのものじゃねえんだから難しいだろう。見ろよ、あるのは木と草とぬいぐるみくらいだぜ。おう、今そこに。って、マーサ、間違いね、姫さんのぬいぐるみだ。おいおい、本当に浮かんでやがるぞ。アーサ、うちの声が聞こえる？おい、気をつけろ姫さん。ぬいぐるみ、いや、アーサーを包んでるあの黒いオーラ、嫌な感じがする。最悪、本当に魂を奪われちまうかもしれねえぞ。でも、襲ってきやがったか。ナイスだ、そのまま姫さんを頼む。でもどうすっかな、姫さんのぬいぐるみなんて私には攻撃できねえぞ。大丈夫さ、大丈夫。こういう時はこうするさ。わっ！わっ！いきなり大声出すなよ。朝から黒いものが抜けていきはった。私はいつも元気いっぱいさ。今何をしたんだ？私には大声を出したようにしか見えなかったけど。その通りよ。私の故郷ではね、びっくりしたりするとまぶいが落ちるって言われてるんさ。まぶいって魂のことやろか。そうそう、くしゃみしたりすると口からすっぽ抜けたりね。恐ろしい故郷だな、おい。てか、それでなんとかなるのかよ。はい、アーサー、魔法のところにお帰りさ。アーサー、お帰り。カオリハン、感謝します。王子はんもかばってくれてありがとうな。大丈夫？魂は奪われてへん？おいおい姫さん、心臓の音を聞いても無駄だろ。近い、近づきすぎだ。お前も遠慮とかしろよ。どこ？でもやっぱり何かが取り付いてやがったんだな。カオリハンが大声を出したとき、アーサーからヘビみたいなもんが抜け出していくんが見えましたな。
マジムンはいろいろな姿形で伝わってるさ。蛇はその中でも代表的なものだね。じゃあみんなはあのマジムンに。状況的に見て間違いないだろうな。まいったな、姫さんのぬいぐるみめちゃくちゃ多いよな。あれだけの数を相手にすんのかよ。でも目標がはっきりしたのはいいことさ。あとは突き進むだけよ。そうやね、香織はんの言う通りやわ。みんな待っとってね、うちが必ず助け出すから。ここからは二手に分かれてってことでよろしおす？もちろん大丈夫さ。ああ、対処法が分かった以上、数が数だし分かれて動いた方が効率的だろうな。王子はん、誠はんのことをよろしゅうな。ほら、何言っちゃってんの。そういうのはユイに言ってやれよ。誠、顔真っ赤さ。それじゃあまた後で。日が暮れる前に浜辺で合流な。二人とも道草食わないように気をつけるさ。そっちの方が心配だよ。ったく、ほら行こうぜ。私らは漁村の奥、漁船を止めてある桟橋の方だ。見た感じ特に異常はないの。そっちはどうだ。その様子じゃこっちと同じみたいだな。仕方ね、闇雲に動き回っても意味ねえし、少し待ってみるか。お、どうした、座れよ。なんだよ、緊張してんのか。大丈夫だよ、何が出てきても私が守ってやるって。おやおや、こんなところにカップルかい。か、違うっての。いきなり誰だよ。なに、見知らぬ若いもんがいたからね。漁船に悪さでもする気かと思って見に来たのさ。あー、そうか、そりゃ悪かったな、ばあちゃん。確かに怪しいよな。でも誤解だ、あたしらはカオン。わかっとるわかっとる、私も若いカップルの逢瀬を邪魔するほど野暮じゃないさ。だから違うって言ってんだろ。お前も誤解を解こうとしろよ。なんで誤解を深めようとする。そういうのは、あー、もういい。冗談じゃよ。だが気をつけなされよ、この辺りにはマジムンが出るからの。ばあちゃんも知ってんのか。気をつけるも何も、私らはそのマジムンを探しに来たんだよ。ほう、肝試しというわけでもなさそうだね。なあばあちゃん、知ってんなら教えてほしいんだけどよ、マジムンってのは何なんだ。私も見たことあるわけじゃないから村に伝わる話になるけどね。それで構わねえ、今は少しでも情報が欲しいんだ。マジムンは悪霊や妖怪、恐ろしいもの、怖いものを指す言葉でね。それはいろいろな姿で現れると言われておる。香織の言ってた通りだな。それでなんでそいつらは魂を奪うんだ。目的は何なんだよ。さてね、ただ一つわかるのは、
マジムンが良い魂に惹かれるってことさ。良い魂に？じゃあもしかして最初にぬいぐるみが狙われたのは。とにかくイチャイチャするのもほどほどにするんだよ。マジムンに狙われてしまうでな。それはもういいっての！結局ぬいぐるみ探しの手がかりはなしだったな。ばあちゃんもぬいぐるみは見てないって言ってたし、これからどうすっかな。そろそろ日も傾いてきたし、一旦姫さんたちと合流するか。おい、どうしたんだよ、キョトンとした顔して。ありゃ姫さんのランスロットとガウェインじゃねえか。なんだよ、私がぬいぐるみの名前覚えてちゃ悪いかよ。なんだその優しげな顔は。変な誤解してんじゃねえぞ。ってそんなことしてる場合じゃねえ。行くぞ。よう、ランスロットにガウェイン。姫さんが心配してたぜ。驚かせればいいんだよな。行くぜ。2体同時かよ。しかも早い。近づけさせねえってか。おい、私から離れるなよ。やっぱ少し離れろ。水着が緩んで。しまった、近づかれて。なんだこれ、私の中に何か入ってくる。力が抜ける。やべえ、これが魂を奪われるってことか。お前は逃げろ。お前何を。なんでそんな近づいて。近いって。やめろよこういうのは。収まれ収まれ、私の胸の鼓動。ていうか私今水着だぞ。こんなに近づいたらいろいろ伝わっちまうじゃねえか。何考えてんだこいつ。え、なんで顔近づけて。嘘だよな、まさか本当に。ごめんユイ。スロットとガウェインが解放された。私も体が楽に。なんでだ。ああなるほど、つまりさっきのは私を助けるために。それで私は見事に驚かされてマジムーンも飛び出してったと、そういうわけだな。なるほどなるほどな。お前ちょっと耳貸せ。そっちはどうだった？こっちはハズレだったさ。そっか、こっちは2体取り返せたけどまだまだだな。こっからもう暗くなるし、今日はこの辺で一晩明かすさ。さっき探すついでに薪やらなんやら集めておいたよ。お、気が利いてるじゃねえか香織。
つーか、あの漁村に止めてもらってもよかったんじゃねえか。その辺は魔法の指示だよ。もしかしたらぬいぐるみたちが帰ってくるかもしれないからね。そっか。まあ海辺でキャンプってのも夏っぽくていいよな。で、その姫さんはどうしたんだ？姿が見えねえけど。ちょっと海でも眺めてくるってさ。朝抱いて向こうの方に行ったよ。変に落ち込んでねえといいけどな。君君、ちょっと頼んでもいいかな。魔法のこと励ましてやってくれないかな。大切なものをなくすのは心が痛いからね。君ならきっと痛いのを和らげてくれるさ。私がそうだからね。じゃあ真帆のことよろしくさ。私らはキャンプの準備をしてるからよ。もうすぐ暗くなっちまうから、それまでには戻ってこいよ。王子はん、呼びに来てくれた？ごめんな、面倒なことに巻き込んでもうて。ランスロットにガウェイン、連れ戻してくれたんやね。ありがとう。うちね、落ち込んでるわけやないんよ。ただちょっといろいろ考えてしまうんよ。香織はんが言うてたやろ、大切にしてきたもんには良い魂が宿るって。それならやっぱりうちの思いが足りんかったんやないかって。うちはみんなとお話ししたりお世話したり大切にしてきたつもりやけど、それはみんなにはちゃんと届いてなかったんやないかなって。だってそうやろ、良い魂が宿ってくれてるなら悪い悪霊魔人ムーンに取りつかれたりせえへんやんな。今までうちがやってきたことは全部。え、王子はん、なんでやろう。いろいろ考えてあんなに不安やったのに。王子はんに頭撫でられたらぐるぐるしてたうちの頭の中、心地ええ風が吹いたみたいやわ。締め付けられてズキズキしてた胸の中もあったこうてやんわりしていくな。ありがとうな。やっぱり王子はんはうちの大切な王子様やね。夕日が綺麗やわ。日が海に沈むんは物悲しいけど、隣に王子はんがおるだけで寂しくはないね。これはこれは、思ったより賑やかになってきはりましたな。周りを完全に囲まれてしもうてる。ひふみ、数えんでもよさそうどすな。いなくなったみんなここにおりますわ。みんな、うちの声が聞こえてる？悪いことはしたらあかんよ。うちの思いが届くなら魔人ムーンなんかに負けへんで戻ってきなはれ。姫さん！まことは？香織はん？
てくれたん？戻るのが遅いと思って心配して来てみりゃ、ナイスタイミングだったみたいだな。お祭りみたいに賑やかになってるね。踊りたくなってくるさ。それはこいつらをどうにかした後だ。来るぞ、カオリ。分かってるさ。マコト、カオリ。飯の準備はできてるぜ。さっさと仲間を取り戻して休暇の続きだ。まだまだ遊び足りないよ。みんな一緒に泳いで走って踊りまくるさ。行こうぜ、姫さん。行くよ、魔法。海にうちは仲間を持ちました。毎日大切に手入れしてるの見てるからな。綺麗なままで助け出すさ。ほんま、みんなええ子や。うちも手伝わんと。王子はん、アーサーたちを頼めるやろか。ありがとうな。なるほどな。暗くなってきて、このままじゃ不利になるばかりや。どうにかせんとあかんね。みんなに休暇をって計画した旅行やのに、うちが助けられてばっかりや。みんなとの夏の思い出全然作られてへん。カオンのギルドマスターとしてこんなんじゃあかんよね。王子はん、預けたばかりで申し訳ないんやけど、アーサーたちを返してもらえるやろか。こうするんよ。おい、姫さん、何一人で飛び出してんだ。魔法、危ないよ。この子たちが欲しいんやろ。ならこっちよ。クソ、一斉に間に合わないさ。みんな、うちの思い届いてるやろ。良い魂が宿ってるんやったらどうかお願いや。
なんか様子が変だぞ。あ、ぬいぐるみたちの動きが止まってるさ。ランスロット、カウェイン、アーサー、ランスロットたちが浮かんで、おい、どうなってんだよ。あいつらはもう解放されたはずだろ。まるで魔法を守ってるみたいさ。聞こえてるよ、みんなの思い。みんなもうちを大切やと思ってくれるんやね。おい、見ろ、他のぬいぐるみたちから魔人が抜けていくぞ。操れなくなったから出ていくしかなくなったんだね。じゃあこれで全部。いいえ、マダドス、マジムンが集まっていくぞ。おいおい、集まって、でっけえバケモンになりやがった。すごい力を感じるさ。近くにいるだけで力が抜けていく。まさか手当たり次第に魂を奪ってやがるのか。そんな関係あらしまへん。姫さん、魔法怒ってるさ。うちの大切な仲間を好きにしてくれた、そのお礼をせなあかんね。せっかくやし、盛大に夏の思い出作りを手伝ってもらいましょうか。みんな行きますえ。おう、もしかして一緒に踊るさ。あれ、なんだお前も来てたのかよ。これはますます踊らにゃ損さ。え、なんでだ、本気か。じゃあ仕方ないけどよ。じゃあ私は演奏するさ。踊るのもええけど、その前にみんなに渡したいもんがあるんよ。渡したいもの？そや、ほらこないだは迷惑かけたやろ。だから日頃の感謝も兼ねてうちからのお礼や。
わあ、これ私のぬいぐるみか。すっげえか。いや、よくできてるな。デージ嬉しいさ。魔法は器用だね。喜んでもらえたみたいで嬉しいな。かすみはんも喜んでくれたはったし、作ってよかったわ。でもいいのかよ、こんなのもらっちまって。私らは別に好きでやったことだしね。ええんよ、これはうちからの思いなんやから。思い？そうや、みんなが大切や言う、うちの思いなんよ。ありがとうさ、魔法。やっぱり踊るさ。マコトも一緒に、ほら。やめろ、引っ張んな。わかった、わかったから。あ、王子はん、待たせてしもうて、堪忍な。これ、王子はんの分のぬいぐるみや。それと、もう一つ。これも、もらってくれますやろか。うちのぬいぐるみなんやけど、自分で大切にするんもいいんやけれどもな。でもやっぱり誰かに大切にしてほしいんよ。だってほら、思いは届くやろ。王子はんが大切にしてくれたら、うちもこの子も嬉しいなって思うんや。もらってくれます？ありがとう、王子はん。いつかその子に魂が宿ったら、きっと王子はんを守ってくれありますよ。ん？うちの分のぬいぐるみ？それなら何も問題あらへんよ。うちにはこのお城のみんながおるし、うちを守ってくれる役は王子はんがやってくれますやろ。